皆さんこんにちは。元気だね、いいね、バイブス感じるよ。今日はね、ギャルバイブス祭ということで、皆さんのバイブスもとても期待しております。はい、今日3時っていうね、ちょっと中途半端なこのドタバタした中で、この小浜に工業にご来場いただきまして誠にありがとうございます。いい T シャツ着てんじゃん、いい T シャツ着てんじゃん。今日ですね、私がこの今着てる小橋真理香ヒップホップ風 T シャツっていうのが売店の方で5500円で新たに発売開始したのと、新作のアクリルキーホルダーが2種あって、あとね、この今回のこの工業ポスターとポートレートですが、1枚2000円にて売店にて販売しております。皆さんね、小浜に売店いろんなグッズあるんで、ぜひお立ち寄りくださーい。と、本日がですね、まあ、第1試合がイケメン対決となっておりまして、小橋真理香が認めるナンバーワンイケメンレスターを決めていただく対決、そして第2試合が、リルギャル、リルクイーンオブギャル選手権ということで、私に次ぐギャルレスラーをちょっと発掘したいなということで、はい、今回その第2試合に特別に小橋真理香の前面のギャルたちにお越しいただきました。来てください。私から紹介していこうかなと思うんですけど、ここはね、はい、皆さん各自自己紹介をお願いしたいなと思います。じゃあまず先輩なんで、クリリンお願いします。職業グロギャルやってます、令和のギャルの生き残りクリリンです。よろしくお願いします。DJ をやらせてもらってます DJ リアです。今日は審査員、ギャル審査員として盛り上げていきます。でやらせていただいてます、ゆうなです。まりかと会ったその日からパーティーして、今日仲良くしてもらって、今日もギャルちゃんと見届けて応援したいなと思います。お願いします。ゆうなとは2日くらい前もパーティーしなかった本当に毎週渋谷でパーティーしてメンバーを来てもらったんで、リアルに今ギャルを一番近くで見てる2人と、やっぱもう PPP でリングガールもやってるクリリンということで、最高のギャル連れてきたんで、まあ、第2試合試合形式も2カウント、ギブアップルールで点数がどんどん加点されていく、ちょっと難しい試合なんですけど、それでプラスいかにギャルだったかでね、勝敗が決まるんで、私も誰が勝つか超楽しみにしてます。メインイベントは、はい、超カオスな私とバラモン兄弟バーサス胸毛兄弟ナッツスミレというカードになってまして、今日はイケメンから、ギャル、カオスまでね、盛りだくさんの第3試合になりますので、皆さんお楽しみください。ギャルのみんなも一緒に小浜に工場スタートやってもらってもいいですか。イエーイ。皆さん最初からバイブス上げてくよ。マリカプロデュース工業 Going Galway はちゃめちゃギャルバイブス祭り、本日の対戦カードを発表いたします。第1試合、ギャル公認ナンバーワンイケメンレスラー決定戦、強くてイケメンって最強じゃね、正岡純 VS 吉田彩人。第2試合、ミルクイーンオブギャル決定戦、令和のギャルバイブス誰が持ってんの、大谷兆治 VS チェリー VS エチカ宮城 VS リアナ VS トランザムヒロシ。第3試合、本日のメインイベント、史上最強のカオスパーティー、ハ
ちゃめちゃコババリンワールド、植木孝之、ハチス健太郎、夏すみれ VS バラモンシュウ、バラモンケイ、小町まりか、以上3試合となります。皆様最後までぜひお楽しみください。
下がって下がって上がってこい、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 下がってこい、下Oh!
はイケメンじゃねえブサメンの時代だ。おい、そもそもお前ら本当にイケメンなのか。この男子プロレスラーの世界の中ではちょっと顔がかっこいいぐらいで、お前ら、おい、ファン、ファンのお前ら、おい、マサオケと、おい、え、こいつのはファンのお前ら、え、他のアイドル、よく見てみろ、そっちの方が絶対イケメンだからな。兄弟と小浜にがメインイベントでぶつかるよな。え、お前はバラモン兄弟を引き連れて、それだったらよ、俺らには夏すみれ女王様がついて、この胸毛兄弟、お前たち胸毛の海で横浜中を沈めてやるから、メインイベント壊してやるから楽しみにしておけよ。この試合のルールを説明させていただきます。5選手同時に戦い、10分間フルタイムで試合を行います。2カウントまたはギブアップを奪いますと1ポイントずつ与えられ、試合終了後ギャル判定特別審査員が最終的に一番ギャルだったと認めた選手には追加で
各ギャル審査員3ポイントずつボーナスポイントを加算させていただきます。トータルポイントで優勝者が決定いたします。遊ぼうよ。お金持ってんの？
持ってる持ってる、横浜に来い。いくら持ってる？100万ある、100万。ちょっと待って、ご飯食べたら。いや、ちょっと待って、100万ある。100万ある。いや、ご飯食べたら。頼むよ。俺も俺も。違う違う違う。俺も俺も。お前負けねえだろ。俺も。じゃあ、4人、誰がいいか。正々堂々、選んでもらうよ。選んでもらいましょう。私に決まってんじゃん。私に決まってんじゃん。じゃあ、せーの、お願いします。椅子か、もらった大谷1ポイント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 。何だ終わりかこれ。こう盛り上げ
られる人、私はチェリーさんに金票です。ギャルですね、これがギャルですね。この可愛いだけじゃなくてこうにじみ出る感じ大好きです。私は入っていた時から一番バイブスを感じてたやっぱりチェリーさんで、最高でした。ありがとうございました。それでは11ポイントで優勝者はチェリThank you.
し、
ますよ。胸毛トレイせーの。
ケメンマッチを潰すってどういうことですか。イケメンの裏切りをバルモンさんの協力と私の師匠のフランク・アツシ・レフェリーの力を抜いて勝てました。ちょっとね、全3試合しイケメン・ギャル・カオスって組んでたんだけど、カオス色がちょっと強くなっちゃった気がする。でも楽しんでいただけましたか。お母さん、もう本当にガラガラだと思ってて、本当に1週間前からご飯食べられてても本当に楽だもん。けど今日こんなにたくさんの人が私の興行に来てくれて、はい、あとなんと関西地上波 MVS のアキナのギャル仕掛けた大阪から小橋まりが密着についてきてもらってます。今プロレスラーでごめんだけど自主興行やって地上波のテレビ密着つく人いる？私がこれから新たなプロレス界にギャルレスラーという文化を作り上げていきたいなって思ってます。みんなもこの私のバイブスにこれからもついてきてくれたら嬉しいです。私もう2回目やんないって言ったけど、こんな感じならもうちょっとメンタル鍛えてまたやってもいいかなって思って、今日じゃあこのコバマリ工業を盛り上げてくれた最高の選手たち全員リングに上がってきてください。皆さん愛してます。ギャルで締めさせていただきたいなって思いますが、皆さんよろしいでしょうか。